はい、こんにちは、オクラです。今日はですね、砂糖プレイっていう、中国の方の、ビットコイン SV 上のゲームサイトプラットフォームですね。多分中国だと思います。で、一応このサイト自体がですね、多分中国のネット規制の関係かはちょっとわかんないんですけど、僕普段 Google を使ってるんですけど、Chrome やと開けなかったんで、で Yahoo でも開けなくて、これ今一応開いてるのが、Microsoft の Bing っていう検索エンジンですね。そっちの方で開いたら、いけたんで、ちょっと慣れないサイトですけど、開けましたということでやっていこうかなと思います。でこれ仕様がですね、ゲームサイトっていうことで、ピアゲームとかね、似たようなのはあるんですけど、ちょっと仕様が違ってて、プロフィールちょっと見ていきましょうか。プロフィール、でダイヤモンド4ダイヤモンドっていうことで、僕今4つダイヤモンド持ってるんですけど、このダイヤモンドって、何なんですかっていう話なんですけど、このダイヤモンドっていうのが下にね書いてますよね。リチャージ、ダイヤモンド60個で BSV が 0.009 ですよっていうことで、BSV を支払うことによってダイヤモンドを獲得することができる、いわゆる課金制になってますね、ダイヤモンドので。じゃあ、ダイヤモンド何に使うのかっていうんですけど、このダイヤモンドっていうのがここの下のゲームレコードということで、ゲームの記録、レコード記録を保存するのにダイヤモンドを消費するっていう形になってます。でダイヤモンドを消費してゲーム記録を保存することでトランザクションの発生っていう仕様ですね、いう感じになってます。なんでちょっとピアゲームと違って、その毎回マネーボタンスワイプしてみたいな、そういう感じではないですね、この砂糖プレイっていうゲームはね、いう感じかな。今ダイヤモンドのところに僕レベル1で 20% って書いてますけど、これはですね、ゲームをプレイしていくにつれて、その経験値みたいなのが増えていって、プレイヤーレベルみたいな感じかな、僕のイメージですけどね、いう感じだと思います。ただですね、このゲームサイト全然ヘルプ画面みたいなのがなくて、一切ルール説明みたいなのもほとんどないんですよ。なんで本当僕もちょっと試しにね2回ぐらいしかやってないですけど、あんまり分かってないです。でこのリワードっていうのがあるんですけど、今3356サトシっていうことで、SV なんですけど、ゲームをプレイすることによって、そのハイスコア、得点によってその報酬がもらえるようになってます。でこの報酬っていうのが面白くて、これトランザクションを保存発生させるのに、ゲームレコードを記録するのに、そのダイヤモンドを消費する必要があって、そのダイヤモンドを購入するには課金する、 SV 建てで課金するっていう感じなんですけど、厳密に言うとそのプレイする自体はゲームをプレイするだけならこれ無料なんですよ。で無料でゲームできて、報酬自体もそのまま無料でもらえるんですよ。これレコード記録をするためにその SV を払うっていうだけであって、ゲーム自体はこれ無料でできます。で報酬ももらえます。なんでね、例えば蛇口のサイトがあるじゃないですか。何時間かおきに受け取りアドレス入力してタップしたら SV が10サトシぐらいもらえるみたいな、アントのサイトあるじゃないですか。あれやるんだったら、この砂糖プレイっていうこのゲームを無料でゲームプレイして報酬で何サトシかもらってみたいないう方が、無料で欲しいっていう人、ユーザーにはいいかもしれないです、このゲームサイトね。で一応ウィズドローっていうことで、送金できるんですけど、ドットウォレットはこれ多分中国のウォレットですよね。でエクスターナル BSV アドレスということで、送れるには送れるんですけど、一応リミットかかってて、1万サトシ以上のデポジットがないと送金できないっていう形になってます。でちょっと僕実際に試しにね、送金してないんで、申し訳ないですけど、送金できるかどうかっていうのはちょっと自己責任でお願いしますね。です。で、ディティールって見ていきましょうか。で、これは僕実際にもう2回ゲームしちゃったんですけど、1回目が9サトシもらって、2回目10サトシ。
で、レコードを僕がトランザクション保存したときに3337もらってるんですよね。なんで、ちょっとよくわかんないですけど、レコード記録、まあ、トランザクションを発生させてしっかり記録させた場合の報酬の方が多いのかな、もしかしたら。ちょっとわかんないです、ここはね。まあ、ただね、そのちょうどレコード記録した時のハイスコアが一番得点高かったんで、僕がさっきプレイした感じだと、なんでそれによるものなのかもしれないですけどね。まあでも実際これ見てもらったらわかりますけど、レコード記録する前の2回のゲームほどは普通に、まあ、9サトシだったり10サトシだったり、まあ、報酬はねもらえることができますんで、全然無料でできますんでね、興味があればねやってみてください。それでですね、まあ、そんなもんかな。で、一応これマネボタンアカウントで、マネボタンアカウントでログインしてます。別にマネボタンなくてもできますけどね、いう感じかな。なんでちょっとピアゲームとはちょっと仕様がね異なってますよっていうことですね。で、あとゲーム自体は2種類ですね、スーパーマイナークラシックと、フォトンブロックスコンボということで、まあ、2種類現在あって、あとはニューゲームでカミングスーン、もうちょっとで出るのがスーパーマイナーの1-on-1ということですね。まあ、なんで、まあ、事実上まだ 2つしかゲームはないんですけど、この上の方のスーパーマイナークラシックっていうのをやってみたいんですけど、なんかね、できないですよね。読み込みがね、重くて途中で止まっちゃうんですよね。なんで、今回ちょっと申し訳ないですけど、このフォトンブロックスコンボっていうゲームね、これをやっていこうと思います。ただ、まあ、なんだろうな、ちょっと、まあ、音量出していきますね。これ、皆さんの画面では、多分横回転、横画面になってると思うんですよ。よくわかんないんですけど、これ今僕のスマホの画面上では上下逆さまになってますんで、なんで僕今スマホを逆さまに持ってプレイしてますんで、まあ動画の方はですね、編集で180度も90度かな、90度回して縦画面でね、ちゃんとした向きで見れるようには多分すると思いますんで、まあやっていきましょうかね。で、このゲームなんですけど、まあ、設定ありますよね、ボタン。設定あるんですけど、ミュージックのね、BGM の音量しかないです、これ。で、この右下がレコード記録ですね。世界ランキング1位。24,000。うん。こんなんです。で、まあ、タップトゥースタートやっていきましょうか。で、これは、まあ、まあ、中国語なんで、ちょっとよくわかんないっす、これ。ヘルプとか見てる。タップ、エニー、レイン、トゥ、スタート。ということで、まあ、やっていきましょうか。これ、まあ、いわゆるパズルゲームですかね。あんまり喋ることないんですけど、まあ、なんか数値が書いてあるじゃないですか。これ、同じ数値をつなげていくと、どんどん数値が上がってって、そのブロックの数値、プラス、そのコンボ。消えるようになってますので、ちょっと一回見てみましょうか。この8のとこのブロックに8のブロック今から落としますけど、ポンと。で、ポンと、あ、今見ました。8、16、32みたいな、あんな感じで、まあ、まあコンボをつなげながら、ブロック内の数値をどんどん上げていって、そのハイスコアを目指していく。まあ、そういうゲームになってますんで。まあ、ちょっと僕がね、普段こういう、何ですか、パズルゲームをやらないんで、ちょっとどんな感じでやればいいとか、そういうのはちょっと申し訳ないですけどね、わかんないです。なんだこれ、冷却中、いう感じですかね。で、まあこのゲームなんですけど、ゲーム自体はタイム制限、時間制限みたいなのがなくて、一番下の枠にブロックが1個でも積み上げられると、その時点でゲーム終了っていうことになりますんで、時間制限がなくて、枠が一番下の手前までブロックが重なるまで無限にできるようになってます。で、まあその中でそのハイスコアをどんどん目指していく、コンボをつなげていきながらブロック内の数値をどんどん上げていくっていう、そういうゲームですね。で、途中ね、今なんか出てましたよね。
なんかデンジャーみたいな感じで、あれはちょっとよくわかんないです。ナイス。んーですね。で、左下の雷のゲージがあるんですけど、まあ、あれちょっと溜まったら説明します。まあ、説明しますとか言いながら、わかんないですけどね。結局、あの雷が何なのか僕にはわかんないです。まあ、このまあブロックをね、どんどん増やしていくと、消していくと、なぜか溜まっていきます。で、これ今、画面の右上に、このなんかビットコインの絵柄があるじゃないですか。これはそのマスにブロックを置けば、こうやって置くと、取れるようになってますんで。で、これで1サトシですね。で、これが1サトシの報酬がもらえますっていう、そういう感じになってます。ちょっとまあ、普段からね、パズルゲームする人とかだったらね、ちょっと僕のプレイを見て、なんかね、ちょっと、なんでそこに今ブロック置いたんだとか思うかもしれないですけどね、そこは勘弁してください。僕ちょっとこういうゲームわかんないんで、全くね。いう感じですかね。で、このなんかマグネットブロックがあるでしょう。これは、まあ、この直線上に置けるんですけど、置いた時に、同じ、ぶつけたブロックと同じ数値のブロックが、距離が離れてても連結するようになってますんで。なんで、これ今から右側の128マスのとこに入れますよ。そうすると、128、128、128で512みたいな。こんなになるわけですよ。ようわかんないですけどね。ってね。ぐらいかな。まあ、特に喋ることはないですね。このゲーム。あと、雷のゲージがあるんで、あれちょっと待ってみますか。4、8。あ、で、これアラジンブロックみたいなの出てますけど、これは、ルーレットで、該当する数値のブロックを任意で置けるようになってますんで、まあ、一番でかいのは128ですよね。これ全然、ただの目押しなんで、これ簡単、これイージーです。なんで、左側に僕64を入れようと思いますんで、ここかな、うん、こんな感じ。パーフェクト。で、ちょっと僕、わかんないです。まだ使ってないんですけど、右下になんかサイコロのアイコンがありますよね。あれちょっと押してみていいですか。僕、一回も押してなかったんで。なんだこれ。あー、もしかしてこれ任意でブロック変えれるってこと？そういうことかな。64押してみていいですか。64。あー、変えれた。なるほどね。これはちょっと緊急時使えそうですね。どうしようかな。64か。この辺置いとくか。2、4、4、4。あ、消えちゃった。ビットコイン消えちゃったね、今。あれ、時間で消えるのかな？すぐ取っときゃよかったな。2、雷。これ、雷があるでしょう。これ、雷ね、わかんないですよ、よく。この雷を獲得しても、仕様が、どうなったの？ってなりますよね。今何が起こったの？って、全くわかんないです、あの雷。まあ、本当はね、どんどん、わざとね、すぐ連結させないで、コンボをね、狙っていくっていうのが多分ベストなんでしょうけど、僕ちょっとよくわかんないんで、適当に置いてってますんで。出ましたね、マグネットアイコン。2狙うか。64。2、4、2、16、16、16の8、4。まあ、こんな感じっすね、このゲームは。まあ、ちょっとゲームオーバーになるまでやっていこうと思いますけど、まあ、あんまり喋ることはないっすね。で、こうなんかデンジャーみたいなの出るじゃないですか。全くわかんないっす。128、ここ、4、4、4、16、4、64。お、行きましたね。一応僕、今んとこのハイスコアがこの1024のブロック。
まあ、ブロック内の数値が1024が僕今までプレイした中で一応マックスなんで、まあ、ここ超えたいですね。なぼかな1040、2048とかなるかもしれないですね。2、ああミスたかな、8、8、8、4、あ、マグネット来た。18狙いますか。16するか。16。64。16、2、64。僕もいまいち分かってませんので。ちょっとわかんないですよね。どうなったのっていう雷のやつ。なんかちょっとね、僕の体感だと、ちょっと、まあ、動画見てる方はちょっと気づいてるのかもしれないですけど、体感だとなんか画面がちょっと広くなったような気がするんですよね。そんなことはないだろうって思いますけど、4、4、4、16、16、16、8、2、2、16、4、やべえ、死ぬ、やばい。64、64、8、8、4、32、32、4、32、8、4、あ、来た、マグネット。32狙いますか。32。128を真ん中に落とします。8。64。64。8。2。4。4。4。あ、なんかあれか、どん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 重ねていったら、なんか一番上のラインが落ちてますね。あれがどんどん上がっていくんだ。どん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 なんか回数重ねていくとラインが下がっていって、雷を使うことでラインを元に戻すっていう感じか。やっと気づきました。気づきました。私やばい、死ぬ、やばい、60当てます。ここ32、4、2、8、2、16、やべえ、死ぬ。一回4当てたい。ああ、来た。4当てて、ああ、ダメだな。8、あ、課金なの。課金なんだ。サイコロ使おうとしたんですけど、今。なんか、一回しか使えないんですかね、もしかして。課金になってる。あ、これ死んだんじゃね？死にましたね、僕。あ、ギリいけるんだ。あ、危ねえ。ギリいける。ちょっと雷待ちっすね、今。どうするかな。32当てますか。ミスった。ミスっちゃったよ。あ、死ぬよこれ。あ、死んだ。あ、こういう感じです。ゲームオーバーです。ということで、まあリバイブ、まあ復活とかですかね。復活するんだったらダイヤモンド5個消費しますよっていう感じだと思いますね。まあわざわざ復活はしないです。バッテン、で、最終獲得が8840ですよ。っていうことで、でここで、3ビットと BSV ってあるじゃないですか。これ多分レコード記録しますかっていうことやと思うんですけど、あ、セーブユアスコアオンチェーンって書いてますね。で、まあ、記録するんだったらダイヤモンド1個消費してくださいっていうことですね。で、僕今33サトシ、報酬がもらっているっていう状態になります。で、どうなのかな、最終、8840で、もしかしたらこれレコード記録したら8840もらえるのかもしれないですね。まあ、ここは今一応まあ動画なんでね、記録してみようと思います。トランザクションをね。はい。で、今んとこ第2位につきましたね。
8840ってことで、1位の人、なんぼだ、2万4000なんぼで、3倍くらい違いますね、そこは。まあこれ時間によって、その、レコード記録がどん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 ランキングが更新されると思うんですけどね。で、まあこの状態で一応プロフィール見てみましょうか。あ、画面戻ります。スマホ逆さまに、元の位置に持ち替えました。いう感じですね。ダイヤモンドが3個になって、僕が今1個使ったんで、3個になって、まあ、レベル1で、まあ、ゲージが 30% と、まあ、さっき 20% やったんで、まあ、ちょっと増えましたね。で、リワードが3389サトシ。あれどうだろう、増えたっけこれ。これ増えましたなんか増えてないような気がするな。30サトシぐらい増えたかな。あ、ディティール見てみましょうか。あ、増えてますね。33サトシっていうことで、まあ、やっぱりその、ゲーム中に獲得したコイン分ですかね、が増えてます。ということで、あ、僕これ、3337サトシのとこ見てもらったら、今ランクって書いてますよね。僕がさっきトランザクション保存したとき、一応ランキング9位に入賞してたんですよ。ランキング9位に。なんでランキングボーナスですね、これ。あー、なるほどね。ということは、まあ、基本プレイは無料で、まあ、SV も報酬としてもらえるんですけど、トランザクション、ハイスコアが出たときに、スコアが高いときに、そのゲームレコードをトランザクションとして発生させて保存したときに、ランキング上位に入っていれば報酬が増えるっていう感じですね、これ。今知りましたけど。なるほどね。ランキングボーナスっていうことですね。あの3000何本もらったっていうのは。なるほどね。まあ、なんで、せっかくそのハイスコア出したのに、まあ、トランザクション保存しなかったらリターン弱いですよっていうことですね。ゲーム中にその獲得したコイン分しかもらえないよっていうこかいう感じですね。はぁ、なるほどね。まあ、こういう感じです。この佐藤プレイっていうゲームの、フォトンブロックスですね。フォトンブロックスコンボっていうのは、まあ、パズルゲームなんで、まあ、パズルゲーム好きな方はね、あの全然無料で遊びながら SV もらえるんで、まあ、その辺はいいかもしれないですね。なんでちょっとこのゲーム運営側はどうやって収益上げてるのかちょっと分かんないですけどね。こう別に広告を貼ってるっていうわけでもないんで、どこで報酬を得てるのかちょっと分かんないですね。一応僕これマネーボタンアカウントでログインしててトランザクション見たんですけど、やっぱレコード記録の分は僕が自分で持ってるダイヤモンド分しか消費してないんで、特に支払いはないんですよ。まあ、なんですけど、まあ、一応、まあ、3389サトシはもらえてるっていうことで、まあ、基本プレイは本当無料でできますんでね、パズルゲーム好きな人はね、ぜひやってみてください。で、本当はね、このスーパーマイナークラシックっていうのもやってみたいんですけど、ちょっと僕はうまく作動しないんで、うまく作動しましたっていう方がいればね、ちょっとやり方教えてください。はい。いう感じかな。このゲーム。なんでちょっとピアゲームとは、全くね、仕様が異なってくるんですけど、まあまあ、これはこれでね、ありかもしれないですね。まあ、ピアゲームとかね、結構頻繁にスワイプする必要があるんで、マネーボタン。あれはあれでめんどくさいですよね。まあ、なんで、こういう、まあ、ダイヤモンド、まあ、トークンの課金か、トークンに一回変換して、まあ、使用するっていう形の方が、まあ、確かに何回もそんなスワイプせずに済んで、まあ、便利かもしれないですね。いう感じかな、僕の感想は。まあ、以上ですね。まあ、なんで、まあ、ちょっと中国サイトではあるんですけど、まあ、ビットコイン SV 上のね、まあ、ゲームのプラットフォームの紹介ですね。はい。以上です。お疲れ様でした。